こんにちは、えちゃんです。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、はい、今回は、ソゲキングですね。こちらを、運マックスにしたので、使っていこうかなと思います。はい、ということで、ちょっと早すぎるんかなっていう感じではあったんですが、あれですね、結構前に、ソゲキングの単体のイベントが出てまして、で、そこでなんか気になってやってたら、ま、イベント開始ぐらいに運マックスになっちゃったっていう感じでございます。で、必殺技がですね、こんな感じですね。まだレベルは3なんですけど、火傷を持っております。で、火傷持ちなので、火傷で、この、ね、追加ダメージが出るキャラを詰め込んでみました。で、金右衛門と、カナオさんですね。で、さすがにね、ソゲキングだけじゃ、ちょっと、やけどのね、ターンが稼げないかなということで、サスケも一緒に入れたいと思います。今回は、はい、ビビの、この超絶級に行きたいと思います。一応集めてるんで、3倍で行きたいと思います。行きましょう。いいですね。このシーン結構好きだわ。ということで、やっていきましょうか。初っ端必殺作れるんで、作ってもらって、変換が、無理だな。で、倍速を止めて、ソゲキングだけで、行ってみますか。いけ。おお。やっぱ星3のキャラだけあって1万ちょっとしか効かないですね。さあ本命は火傷なので、火傷をさせたことで金右衛門の火力が上がります。一応、カナオさんもね、やけど、追加アップなんで、使いましょうか。おお、17000。12000。よっしゃ、じゃあ次。また使っていく。必殺がなかなか打てないね。これ使っとこう。オッケー。豪華球。さあ、やけどさせていく。いいね、いいね。二発。そしたらここつなげて、これいいんじゃない？で、これ使うか。これとこれ使おう。火力上げていく。豪華球でやけど。おお、すげえ。いいね、いいやけど。そしたらさらにやけど、火力アップはなさそうだな。それで必殺技 5% だけ上げよう。これはまだいいか。くらえ、お、ちょっとだけ上がった。
いいね、いいね。そしたら、今、やけどしてるから、つなげて、あ、これいいんじゃない？いいね。で、必殺を 11% 上げてみましょう。おお、2万超えた。1万4000。やけどで、やられる。あ、なんかこんなシーンあったね。懐かしい。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ソゲキングですね。僕はね、やけどキャラを全然持ってなくて、サスケとソゲキングしか持ってないので、作れてよかったかなと思います。まあ、やけどのね、火力は低いんですけど、まあ、追加効果でどんどん上がっていくので、まあ、もしね、やけど持ってないよって人は、結構簡単に作れるんで、ぜひぜひ作ってみてください。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね！